睇多俾大家睇。不如咁啊 ，K， 首先咧要考考你啦，一嚟到香港嘅话咧，都要同我哋咧就系支持你嘅歌迷咧打个招呼先。我俾个 hello 先好唔好啊？同我哋咁多啲歌迷好唔好？再问埋我哋嘅翻译阿 Jerry 啦。大家好，我系 K。講得好標準喎，真係。Very good。好啦，多謝你嘅時間。咁話咧，除咗 Album 12月の2日発売予定になって、本当に、韓国から日本に来る時の気持ちがたっぷり入って、こう今 K がこういう音楽をしたいですよっていうのが本当にたくさん入った思いだし、あとパラドー以外のところも。例えばちょっとアップナンバーだったりヒップホップだったりいろんな形で挑戦してみたアルバムなんで皆さんぜひ、聞いてみてチェックしてください。はい、佢第二隻嘅 album 咧 Beyond the Sea 咧就會喺10月20日咧係開始發賣嘅。咁佢話希望大家聽一聽嗰隻大碟，因為點解咧 ？Beyond the Sea 裏邊嘅佢裏邊所唱嘅歌詞嘅內容咧，就係當時佢自己喺韓國過嚟日本嗰時咧，好多心酸嘢啊，好多開心，佢當時嘅心情咧，好多都寫咗喺啲嘢大碟裏邊嘅。